つばめ市子育てサポーターアルビレックス新潟の島田ゆずるです。子育てするならつばめ市でには4つのわけがあります。つばめ市子育てサポーターの僕がそのわけを紹介しましょう。わけその1、ライフステージに合わせ120以上の充実した制度補助を用意しています。男女の出会いサポートから妊娠、出産、子育て、そして進学、就職まで切れ目なく続いているからです。わけその2、保育園、子ども園、幼稚園など社会施設は個性的、そして子育て目線で整備しています。またそれぞれの施設には子育てコンシェルジュが常駐、初めての育児で不安や心配なことを一緒に考えてくれます。わけその3、市内の事業所や企業が地域の自治会とも連携して子育てを支援する仕組みがあります。また従業員の子育て支援を積極的に進めている企業をつばめ子育て応援企業に認定しています。わけその4、つばめ市ならではの教育プログラムを持ち、個性を伸ばし人間力を高める教育として英会話教室やロボキッズ教室、キャプテンミーティングなど個性あふれる教室を開催しています。これらが子育てするならつばめ市での4つのわけになります。未来を担う子どもたちのためにも、一人でも多くの大人が楽しく前向きに子育てができる環境を整えることは大切なことです。環境が整うと親に余裕ができ、子育ても子どもにもいい影響があります。子育てするならつばめ市で。以上、つばめ市子育てサポーター島田ゆずるでした。